ジャッジメントデイ。やるかやられるか。なら攻めるぜ、俺は。食うか食われるか。なら俺は食べる。止まない雨はない。天上天下、唯我が独尊。尻滅裂。勝負に絶対はない。が、絶対を信じて、絶対勝て。御世実業、武田監督の言葉。深夜です。そして後ろには、ミートマックス。ミートマックス。この T シャツは深夜 T シャツ。もし今日以降、以前で、これの値段が多分、もしかしたら上がる可能性もある。なぜなら今日は、フジテレビ、27時間テレビ、粗品ゲーム。深夜チームで、深夜と令和ロマンさんで、出場。全12チームの、やるかやられるかのお笑いバトル。この時節、今は、鈴木ラグビー、大阪店、京橋にある鈴木ラグビーで買えます。でも結果次第で今日、俺は、100万を握る。もしかしたらこの時節も、爆上がりしないかもしれない。まずはでも、手前の戦いです。今日ちょっとね、まだ届いてなかったですけど、データで、マネージャーから、給与明細をいただきました。先月が約40万。まあ、いろいろもろもろ引かれる前の金額が40万。で、このジャッジメントデイが、まあ、100万、まあ、50万、いや100万、大台乗ったら終わろうという、目標を掲げて、早1年近く。皆さん気づいてますか？もちろんです。フランス行く前は、給料1万4000円とかの時もありました。それが先月40万。俺は、勝ちに来たんだ。死の子の言ってる場合ではありません。やらないといけない！男だ！やらないといけない戦いあるんだ！それが今日、27時間テレビ、チーム吉本として令和のマン、そして深夜と勝たないといけない。けどまずは、俺が弱ければチームにはならない。これジャッジメントデイ、金額、見ます！データは820KB。あべよ！おう。発表します。今月の深夜のジャッジメントデイ。ギルティ。28万3400円。でも目引かれて、おお。なかなか厳しいんやな戦いになっている。え？なんぼ？おう。おう、いえいえ、ああ。はいはいはい。ああ、二枚目？ああ、そっか。はいはいはい。はい！まあ、先月から約10万近く下がってます。でも、俺には今日、粗品ゲームがある。粗品ゲームで優勝したら、100万。3人で100万。もうそれちょっと交渉していきます。今日の一日が、意味のある一日。で、俺は今からあえて、何かを買ってきます。高いもの。それをウィニングシューズ、キャップ、T シャツ、何かを買ってきます。買わないかもしれない。でもまあ、多い額は言えないですけども、一番低い額は400円です。
1日400円、何とは言いませんけど1日400円の仕事もあります。ありがとう。大台までの時間、ちょっとマックス時間かかりそうよ。100万までの頑張りましょう。とりあえずは100。そうやな、これジャッジメントデイが終わらない限り俺は戦わなければいけない。まだみんなチャンネル登録高評価トライお願いします。なかなかの金額。いや結構でもあれですけどね、なんか28もあれば結構すごいと思うんですけどね。いやでもありが十分ありがたいよ、それはもちろん。ただ前と比べるとみたいな感じですかね。いやそう、ああでもあ同じあれマックスと同じ額やったわ、あれあのあああの、はい、あの案件の。いやまあそれはそうよ。でもありがたいですね。いやでかいでかい、全然ありがたい。あんなちょっとなあ、あれかテレビのやつとかも、あ、え、まあ、全然こんなもあるんやのやつもあるしな。5万以上の案件もあります。でかい、若くするな。こう5万以上の案件もあれば、はい、この400円クラス光で360円、厳選グッズ吉本の明細でした。あの営業とかね、こう例えば、はい、テレビ営業、はい、でラジオとかで、その中で劇場ってあるね、はい、でバラバラバラその他とかあるねんけどさ、はい、これ全然見とうかもしれない。違い分からんけど、あの営業ゼロってなって、営業ちゃうわ劇場ゼロ。え、もう若手、私若手芸人じゃないんですか。劇場ゼロ、確かに営業でなんか全部 やっていくみたいなのって、うん、だいぶ行き切ってからみたいなとこありますよね。なあ。いやでも出てるけど、これなんか劇場のやつも入ってなくてゼロになってるわ。もう劇場の人ではないという、卒業芝生の上で、確かに営業の方が、劇場よりも芝生か、もしくはパーソナルトレーニングの方が多い。やりましょう。カット。ちょっと待ってください、僕ジャッジメントで僕もやってみてはいいですか、あのこの言うだけ。あ、お前の額を。いや額じゃなくて、その声か、ジャッジメントでだけちょっとやりたい。ああ、ジャッジメントデイ。これだけやりたかった、これだけやってみたかった。毎回見てて、はい、いや使います、これは使います。ナイストライ。深夜です。チャンネルプライ高評価プライお願いします。